照明に火が灯りました。ナイトゲーム、まもなくスタートです。マツダズームズームスタジアム広島からお伝えしてまいります。セリーグ公式戦、広島東洋カープ対阪神タイガースの2回戦です。解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。西さん、試合開始前は選手のどのようなところに注目してらっしゃいますか？まあ、とにかくね、あの 1,2 番の出塁ですよね。まあ、その辺が打線のつながりを生むと思いますよ。ではそのあたり注目していきましょう。まずはカープの先発ケムナがマツダスタジアムのマウンドに上がります。さあタイガー、西さん、まずはどちらのチームが先制点を取るのか、ここ注目ですよね。そうなんですよね。まあ、どうやって突破口を開くのかっていうのは、まあ、楽しみに見たいと思いますね。そうですね、はい、そのあたりがどういうきっかけで生まれてくるのか注目していきましょう。ちょっとすっぽ抜けた感じです。2球目は何で来るか、はい、アウトコース見送ってストライクです。さあ3球目は何か、インコースファウル、まあ、次の球もストレートはありですね。なるほど、ファウルになります。いや、今のボール危なかったですよ。そうですね、打ちました。弾き返した打球はセンターへ。ここはフライになっています。センターが取りました。バッターは2番に入っている和田、昨日のゲームでマルチアンダーを記録しています。まずはワンアウトを取っています。初球は何で来るか、打ちました。ボテボテ取りました。ツーアウトになりました。バッターボックスは3番バース、昨日のゲームではホームラン2本を含む4安打を記録しています。ツーアウトランナーありません。マウンド上のピッチャーはケムナ、そしてキャッチャーは磯村。このバッテリーをタイガー、インサイド落ちました。この打球はファールグラウンドへ、わずかに右に切りました。ファールボール、引っ張った、これはどうか、セカンドが取る、一塁アウトでスリーアウトチェンジです。この回タイガース三者凡退です。さあ一塁には先制のランナー、バッターボックスには阿部、まあ送るとしたら彼がきっちり決めてくれるでしょうね。はい、さあここは送ってくるんでしょうか。ランナー動きませんね。打ちました。セカンドが前に来る、取った、送球する、アウト、ツーアウト、これは進塁打になりました。さあそして打席には鈴木が入っています。さあツーアウトながら先制のチャンスです。まあやはり先制することは大事なんで先手を取りたいですね。なるほど、そうですね。ストライク、ワンボールツーストライクと追い込んでいます。さあどのように打ちました。いい当たりだ、伸びていく、どうだ、入った、ホームラン、カープ先制のツーランホームランです。今シーズン第3号のツーランホームランになりました。追い込まれてからの変化球、いや完璧に捉えました。見事なホームランです。そうですね、ご覧いただきましょう。期待通りのバッティングで先制ホームランを放ちました。ナイスバッティングですね。先制点はホームラン、初回から。6番バッター菊池、昨日のゲームでは無安打に終わっています。ヒットでランナーを一塁に置いています。痛烈、これはどうだ、ヒットになった、これで3連打、ツーアウトランナー二塁一塁。さあそしてバッターボックスには磯村が入ります。さあ追加点のチャンスです。まあ早いうちから点差があると楽になりますから、ここも期待したいですね。なるほど、そうですよね。インサイド落ちました、打ち上げた、ファールグラウンドへのフライです。キャッチャーが構えます。木戸抑えてスリーアウトチェンジです。しかしこの回カープツーランホームランで先手を取りました。2回になります。追いかけるタイガースの攻撃、バッターボックス掛布、昨日はホームラン2本を含む4安打を記録しています。さてカープの先発はケムナ、昨シーズンは1勝を挙げています。前回の登板は4イニング投げて自責点3、勝敗は、引っ張った、打球はライトへ、この打球はフライになっています。ライトが取りました、ワンアウトです。バッターボックスには5番石峰、昨日のゲームはなんとホームラン2本を含む6安打の大活躍でした。ケムナ、まずは先頭バッターを打ち取っています。2アウトになりました。バッターボックスは6番オマリー、昨日のゲームで猛打賞を記録しています。2アウトランナーありません。この回のケムナ3球でアウト、効率のいいピッチングです。高めのボール、
打球は切れてスタート。切れました、ファールボール。ここはストライクからボールになるような球がいいですね。なるほど。さあどう。2球目打ちました。大きな打球になった。ライト下がっていく。下がっ、入った、ホームラン。ソロホームランが出ました。カープ1点差に詰め寄られる一発を浴びました。真ん中に入ってしまったストレート、しっかりと引っ張られた当たりはフェンスを越えてしまいました。カープ点差を詰められます。2対1になりました。ここで一発を浴びてしまいました。これで1点差まで詰め寄られています。ライトスタンドに運ばれてしまいました。ホームランです。タイミング合ってましたからね。これで1点差となりました。バッターは7番に入っている真由美。昨日のゲームではホームラン3本を含む4安打の大活躍でした。カープ追い上げられています。痛烈、切りました、ファウルボールです。低め見送っています。ワンボールツーストライク。次が4球目、打った、高く上がった、ぐんぐん打球が伸びている、伸びて入った、ホームラン。同点のソロホームランです。タイガース、これで2者連続のホームラン。追い込んでからのストレートでしたが、きっちり捉えられた当たりはフェンスを越えてスタンドに入ってしまいました。甘くなってしまいましたね。バッターは振ってくるカウントなんで、ボール球でも良かったと思いますね。はい、レフトスタンドに運ばれてしまいました。ホームランです。タイミング合ってましたからね。ここで追いつかれました。同点です。バッターは8番キャッチャーでマスクをかぶっている木戸。昨日はホームラン2本を含む5安打の大活躍でした。カープ先制点を奪いましたが、あっという間に同点にされています。小宮山さん、ここ初球打ち、高い打球、レフトが追いかける、入った、ホームラン。勝ち越しのホームランです。タイガース、なんと3者連続のホームラン。初球でした。前でしっかり捉えられた打球はスタンドまで届いてしまいました。カープ勝ち越しを許します。3対2。ここで一発を浴びてしまいました。この回一気に逆転されています。レフトスタンドに運ばれてしまいました。ホームランです。タイミング合ってましたからね。ここでリードを奪われます。ピッチャーに打順が回って、先発の藤波がバッターボックスに入ります。まあここは相手がピッチャーでも気を抜かず、きっちりアウトを取らないといけませんね。そうですね。初球ストライク、これが2球目。体に近いところ。次が3球目、打ちました。ワンバウンドヒットになりました。打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。バッターランナーは二塁まで進みました。これで4連打、ツーアウトランナー二塁。改めてお聞きします。バッターボックスの松永、バッターとしてはどういう特徴がありますか？まあ、右でも左。打ちました。ライトバック、バックバックする。スタンドには届きません。二塁へ送球する。セカンドランナーホームイン。バッターランナーは二塁でストップ。タイガース1点追加します。フェンス直撃のタイムリーヒット。4対2、カープこれで2点ビハインドとなりました。警戒していた相手ですが、タイムリーが出て追加点を奪われています。まあ注意すべき相手でしたよね。この序盤戦さらにリードを奪われます。打順は2番和田。カープこの回4点を失っています。さあ試合をひっくり返され、なおも得点圏にランナーを背負います。打ちました。伸びていく、どうだ、入れば貴重だ、入った、ホームラン。ツーランホームランが出ました。これがチーム4本目のホームラン。初球でした。しっかり引っ張られた打球はファンの悲鳴の中スタンドに入ってしまいました。ストレートが真ん中に行ってしまいましたね。そうですね。ピッチャーはちょっと苦しくなってきたでしょうか。小宮山さん、どうご覧になりますか？そうですね。とにかく落ち着きたいですよね。ここは慎重に行きたいところ。警戒すべき相手でした。ここで追加点となるホームランを打たれています。これはきつい一発ですよね。点が入りました。序盤で早くもリードを広げられています。打席には3番バッターバース。カープこの回逆転を許しています。
最初は変化球できました。さあ2球目は何か。2球目打ちました。この当たりはどうか。この打球は落ちそうだ。ライト線を深々と破るヒットになりました。1塁蹴って2塁に向かう。2塁タッチアウト。これで3アウト。しかしこの回タイガース貴重な得点でリードしました。6対。メヒアがバッターボックスに入ります。昨日のゲームでは無安打に終わっています。ヒットでランナーを一塁に置いています。真ん中打ちました。これはどうか。センターに抜ける。見事起用に応えました。ノーアウトランナー二塁一塁。さあそして打席には野間が入っています。さあ得点圏にランナーを置いています。まあ、ピッチャーを助ける意味でも早めに返していってあげたいですね。なるほど、そうですね。今度もインハイに持ってきました。ストライクを見送って追い込まれる形となりました。チャンスの場面振っていきましたが三振。ワンアウトランナー二塁一塁と変わります。前に飛ばしたかったんですけどもね、まあ、まだチャンスは続いていますんでなんとか得点につなげていきたいですね。そうですね。さあこのチャンスでバッターボックスには2番の田中が入っています。打ちました。ファールボール。ボールになります。3ボール2ストライク。フルカウントになっています。ランナースタート。打ちました。このチャンス打ち上げてしまいました。ここは打ち上げています。ファーストが構えます。インフィールドフライで2アウト。繋がらなかったですね。このチャンスの間にねしっかり点に結びつけていきたいですね。そうですよね。さあそしてこのチャンスで打席には3番の阿部が入っています。大きく外れました。インサイド落ちました。切れていきます。ファウル。空振り三振。ランナーは動けませんでした。3アウトチェンジ。ランナー出ましたがカープ得点には至りませんでした。これから3回タイガースの攻撃です。一方か小宮山さん、序盤から点差を離される展開となってしまいましたね。ちょっときついですよね。この追いかける展開っていうのはなかなかね自分たちの野球できませんからかなり厳しいですね。そうですよね。コーナーをつきます。3球目は何で来るか。追い込まれました。ワンボールツーストライクです。引っ張った。おっとこれを掴んだ。アウト。スーパープレイ。いい動きでした。西さん、ナイスプレーが飛び出しましたね。まあこれね、日頃からのね、練習の姿勢がね、集約されたプレーですよ。最初は変化球できました。ボールになります。これが3球目。ファウルになります。真ん中打ちました。切れました。ファールボール。ボールカウントはワンボールツーストライクです。打ちました。田中が掴んでツーアウト。バッターは6番オマリー。先ほどの打席でソロホームランを放っています。打たれてしまいましたね。はい、ツーアウトになっています。切れました。ファールボールです。いやー打ち損じてくれて助かりましたね。はい、そうですね。打ちました。痛烈な打球。大きな打球になった。ライトバックバッ入りました。ホームラン。ソロホームランが出ました。これで2打席連続のホームラン。真ん中に入ってしまった変化球、しっかりと引っ張られた当たりはフェンスを越えてしまいました。カープ追加点を許します。7対2。スライダーが真ん中に行ってしまいましたね。そうですね。ライトスタンドに運ばれてしまいました。ホームランです。タイミング合ってましたからね。点が入りました。序盤で早くもリードを広げられています。7番バッター真由美、先ほどの打席で同点となるソロホームランを放っています。いや、やられましたね、あのホームランは。はい、これはすっぽ抜けました。打った。大きな打球になった。これはどうか。真ん中を破りました。打ったバッターは一塁蹴って二塁に向かう。バッターランナーは二塁到達。これでマルチヒット。ツーアウトランナー二塁。
まずは簡単にストライクが来ました。引っ張った、取った、一塁送球します。一塁アウト、スリーアウトです。しかしこの回タイガースソロホームランで追加点を挙げています。先発の藤波がバッターボックスです。いやー、ピッチャー相手に2本目はないですよ。全力ででも抑えないといけませんね。そうですね。初球ストライクを取りました。次が2球目、ストライクになります。ノーボール2ストライク。内へ持ってきましたが外れました。打ちました、取った、アウト、ワンアウト。この松永、ここ5試合で打率は6割を超えていますが、バッティングの調子が上がっていると見ていいでしょうか。試合前に話したんですけど、本人も今はボールがよく見えてると言ってましたね。なるほど、そうですか。さあここは好調さを発揮できるでしょうか。打ちました、いい打球だ。ライトが追いかける、ぐんぐん打球が伸びている。そのままスタンドに入りました。ソロホームランが出ました。これでホームランダービートップとの差は1本。低めのボールしっかり引っ張られると、ファンの悲鳴の中フェンスを越えてしまいました。カープ追加点を許します。8対2。ここで一発を浴びてしまいました。その差一気に6点と突き放されました。バッターボックスには2番和田、先ほどの打席でツーランホームランを放っています。やられてしまいましたね。はい。さて今日のカープの先発は序盤大量失点で交代したケムナ。今日はベンチの期待を裏切ってしまう結果となりました。ヒットになった、これでマルチヒット、ワンアウトランナー一塁です。バッターボックスには3番バース、先ほどの打席はライトへヒット、ファーストランナースタート、キャッチャー送球して盗塁成功です。まあ得点差がありますから、バッターを打ち取ることに重きを置いていればいいですね。打った、ライトが下がっていく、頭上ぐんぐん打球入った、ホームラン、ツーランホームラン。これで4試合連続のホームラン。真ん中に入ってしまった変化球、しっかり引っ張られた打球はファンの悲鳴の中スタンドに入ってしまいました。十分警戒はしていたはずですが、ここで一発を浴びてしまいました。4番バッター掛布、ちょっとすっぽ抜けた感じです。いい当たり、これは大きい、伸びていく、ヒットになりました。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。打ったバッターセカンド回って三塁に向かう、バッターランナーは三塁到達。これで4連打、ワンアウトランナー三塁です。バッターボックスには5番石峰。まあカープとしてはここから追加点を取られると厳しい状況がさらに厳しくなりますからね。なるほど、そうですね。引っ張った、これはどうだ、三遊間抜ける、サードランナーホームイン、タイガース1点追加します。レフト前へのタイムリーヒット、11対2になりました。カープもうこれ以上点はやれません。さあバッターはオマリー、ここでホームランが出ると通算150号ホームランの達成となります。打った、高く上がった、伸びていく、どうだどうだ、ライト深いところ破っていきました。バッターランナーは二塁まで進みました。これで3打数3安打の猛打賞、ワンアウト三塁二塁です。ここでタイガースダイソーを送ります。アリアスセカンドランナーに入ります。バッターボックスは7番真由美、今日はここまでホームランを含む2打数2安打マルチ安打を記録しています。いや今度こそ抑えない、初球打ち、さあどうだ、このフライはヒットになりそうだ、ワンバウンドヒットになりました。セカンドランナー3塁を回った、セカンドランナーも今ホームイン、追加点が入りました。タイガース見事なタイムリーヒット、13対2になりました。カープピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは3番手の宮島。宮さあマウンドに上がったのは宮島、今シーズン5試合目の登板です。2試合連続の登板となります。まずはストライクを取りました。
これは手が出ないか。ストライクを取ります。ここはあっという間に追い込んでいます。外の低め見極めます。4球目は何で来るか。打ちました。ショート取った。一塁へ送ります。アウト、ツーアウト。さあ打席には先発の藤波が入っています。まあ勝ち投手の権利もありますし、ここは行くでしょうね。そうですね。初球打ち、ヒットになった。三塁を回っていく。セカンドランナーホームイン。タイガース1点追加します。左中間へのタイムリーヒット、14対2になりました。カープなおもピンチです。打順は1番に帰ります。バッター松永、先ほどの打席でソロホームランを放っています。打たれてしまいましたね。はい、バッターの松永、今シーズンの得点圏打率は6割。打ちました。田中、一塁へ。一塁アウトで3アウトチェンジです。しかしこの回タイガース2本のホームランで追加点を挙げています。西さん、今日の展開ですが大きく離されて一方的な展開となってしまいました。選手としてはどんな気持ちが大事になってきますか。まあこういう時こそね、あの自分のバッティングというのを大事にしてほしいですよね。そうですよね、集中してほしいですよね。変化球空振り、まず一つアウトを取りました。さあバッターはバース。この打席でホームランを放てば今シーズン20本。打ちました。伸びていく。この打球は落ちそうだ。これはセンターの頭上を越えていきました。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁まで進みました。これで3安打猛打賞。ワンアウトランナー二塁となりました。ここでタイガースダイソーを送ります。バティスタがセカンドランナーに入ります。まず何を投げてくるか。抜けたような感じになりました。大きく外れます。インコース高めの変化球、これは手が出ません。ワンボールツーストライクと追い込んでいます。空振り。ここはランナーを変えさせません。ツーアウトになりました。打ちました。いい当たりだ。大きな打球になった。レフトバックする。バック入った。ホームラン。ツーランホームランが出ました。これがチーム8本目のホームラン。初球でした。しっかりと引っ張られた当たりはフェンスを越えてしまいました。カープ追加点を許します。ここで一発を浴びてしまいました。バッターはダイソーから起用されているアリアス。昨日のゲームはマルチアンダーを記録しています。打ちました。これは大きい。伸びていく。入った。ホームラン。ソロホームランが出ました。これで2者連続のホームラン。今ゆっくりと打ったバッターホームイン。ここでさらに1点を奪われました。依然大きくリードを許しています。バッターボックス真由美、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。いや、さっきはやられてしまいましたけども、はい、まあ、今度はきっちりと。これも初球打ち。これは大きい。伸びていく。左中間深いところ破っていきました。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁到達。これで3連打。ツーアウトランナー二塁。引っ張った。サード取った。一塁送球、一塁アウト、スリーアウトです。しかしこの回タイガース2本のホームランで追加点を挙げています。タイガースのリード広がっています。先発の藤波が打席に入ります。好投してますから変えずに投げさせますね。そうですね。際どいコースに送ってストライク。打ちました。ヒットになった。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁まで進みました。これで3安打猛打賞。ノーアウトランナー二塁です。初球は何から入ってくるか。まずはボールから入りました。打ちました。ピッチャーゴロです。
セカンド取った。一塁送球。これで3安打猛打賞。ノーアウトランナー3塁1塁。さあまず1球目走ってきた。キャッチャー2塁送球する。まあこの点差ですからランナーよりもバッターに集中でいいと思いますね。なるほど。打ちました。この当たりはどうか。ワンバウンドヒットになりました。セカンドランナー3塁回ってホームを狙う。サードランナーホームイン。そしてセカンドランナーも3塁回って今ホームイン。バッターランナーは3塁まで進みました。タイガースが突き放します。右中間へのタイムリーヒット。カープもうこれ以上点はやれません。バッターはダイソーから起用されているバティスタ。昨日のゲームで見事なホームランを放ちました。打ちました。センターに大きな打球。ぐんぐん打球が伸びている。伸びてセンターオーバー。サードランナーホームイン。バッターランナーは二塁でストップ。タイガース1点追加します。センターオーバーのタイムリーヒット。カープもうこれ以上点はやれません。バッターボックスは4番掛布。打ちました。高く上がった。頭上ぐんぐん打球突き刺さった。ツーランホームランが出ました。これで3試合連続のホームラン。初球でした。しっかり引っ張られた打球はファンの悲鳴の中スタンドに入ってしまいました。カーブが抜けてしまいましたね。失投ですね。はい。カープピッチャーが変わります。右バッターが続く場面でコールされたのは中崎。さあマウンドを任されたのは中崎。今シーズン8試合目の登板です。昨日に続いての登板となります。初球ボール。いいボールですね。はい。変化球が決まっています。スライダーが決まります。追い込まれました。ワンボールツーストライクです。打ちました。4球目打っていきましたがワンアウトとなっています。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。そうですね。存在感のあるバッターですけども逃げずに思い切って攻めていくべきですね。そうですか。さあバッテリーどう組み立ててくるのか。インコース決めてきた。あっという間に2ストライクです。ジャストミート。レフト下がっていく下がっていく。入りました。ホームラン。ソロホームランが出ました。これで2打席連続のホームラン。三塁キャンバス回ってホームに帰ってきました。ここでさらに1点を奪われました。依然大きくリードを許しています。バッターは7番真由美。今日はここまでホームランを含む4安打を記録しています。いやキャッチャーも配球に悩むでしょうね。もう投げるところがないといった感じでしょうね。ノーボール2ストライクです。これはストレートに詰まってファールグラウンドへの当たりで2アウトです。バッターボックスは8番木戸。今日はホームランを放っています。ツーアウトになっています。打ちました。これは大きい。伸びていく。これは破っていきそうだ。フェンス直撃。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁まで進みました。これでマルチヒット。ツーアウトランナー二塁。引っ張った。これはどうか。取った。一塁送球します。一塁アウトでスリーアウトチェンジです。しかしこの回タイガース2本のホームランで追加点を挙げています。今日はバッティング絶好調。この打席でスリーベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。やっぱりスリーベースが一番難しいですよね。打力だけでなく足も必要になってきますからね。そうですか。さあこの場面でサイクルヒット達成なるんでしょうか。打ちました。浅いフライ。ここはフライになっています。変化球を打っていきましたがライト。初球空振りです。2球目は何で来るか。ノーボール2ストライク。さあ3球目は何か。打ちました。これは浅いフライ。ヒットになりました。これで10試合連続安打。
ワンアウトランナー一塁となりました。ここでタイガースダイソーを送ります。栗田ファーストランナーに入ります。今日はダイソーで途中出場のバティスタ、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。いや、そうそうやられてばかりもいられませんから。打ちました。この打球は落ちそうだ。ヒットになった。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。三塁タッチはアウト。ツーアウトランナー一塁。バッターボックス掛布、先ほどの打席でツーランホームランを放っています。やられてしまいましたね。はい、初球打ち、ワンバウンドヒットになりました。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。これで3安打猛打賞。ツーアウトランナー三塁一塁。まずは変化球、打った、高く上がった。これはどうか、伸びる、フェンス直撃、サードランナーホームイン。ファーストランナー三塁回ってホームを狙う。ファーストランナーもホームイン。追加点が入りました。タイガース、フェンス直撃のタイムリーヒット。カープ、もうこれ以上点はやれません。打席には6番バッターアリアス、先ほどの打席でソロホームランを放っています。打たれてしまいましたね。はい、今日はバッティング絶好調。3打席連続のホームランとなるでしょうか。いや、小宮山さん、本当に怖いバッターですよね。まあ、無理に勝負はし、痛烈な打球、打ったし、入った、ツーランホームラン。なんと3打席連続のホームラン。高めに浮いてしまったストレート、体の近く引っ張られた当たりはスタンドへの特大アーチとなってしまいました。カープ追加点を許します。ここで一発を浴びてしまいました。打席には7番バッター真由美、タイガースこの回7人目のバッターになります。最初は変化球できました。あっという間に2ストライクです。打ちました、切れました、ファールボールです。打ちました、取りました、スリーアウトチェンジ。しかしこの回タイガース4点を追加しています。タイガースのリード広がっています。さあ、そしてここからはラッキーセブン、カープのバッターは長野、昨日のゲームでは無安打に終わっています。フォアボールのランナーが出ています。初球打ち、高い打球センターへ、ここはフライになっています。上がりすぎました、センターが取りました。ツーアウトです。打順はトップに帰って野間、今日はまだ当たりがありません。ツーアウトになっています。変化球がインコースに決まります。ノーボールツーストライクです。ボールになります。さあ、勝負してくるのか。見逃し三振、スリーアウトチェンジ。ランナー出ましたがカープ得点には至りませんでした。これから8回タイガースの攻撃です。そしてカープはピッチャーが変わります。さあ、マウンドに上がったのは今村、今シーズン7試合目の登板です。2日連続の登板です。打ちました、伸びていく、このフライはヒットになりそうだ。ヒットになった、打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁到達。これで3安打猛打賞。ノーアウトランナー二塁です。さあ、バッターボックスには先発の藤波が入ります。調子は悪くはないですから、次の回もということでしょうね。そうですね。さあ、追加点のランナーを置いた場面です。バッターボックスには代打のデスパイネ。小宮山さん、ここは踏ん張りたいですね。まあ、これ以上点をやれないですからね。そうですね、ここは踏ん張りたいところ。打ちました、痛烈な打球、切れました、ファールボール。今のはちょっとヒヤッとしましたね。そうですね、いい落ち方だったんですがバッターよく見ています。打ちました、さあどうだ、このフライはどうだ、落ちるか、レフトが取りました。ワンアウトです。二塁送球アウト、ダブルプレー。
っかり捉えた。ライト下がっていく、下がっていく、そのままスタンドに入りました。ソロホームランが出ました。これでホームランダービートップに並びました。三塁回って今ホームイン。ここでさらに1点を奪われました。依然大きくリードを許しています。バッターはダイソーから起用されている栗田。昨日のゲームではマルチ安打を記録しています。初球甘いコース、バットが出ませんでした。打ちました。田中抑えて3アウトチェンジ。しかしこの回タイガースソロホームランで追加点は。バッターは4番鈴木。今日はホームランを放っています。ヒットでランナーを1塁に置いています。ここはゾーンを広げて狙っているでしょうね。なるほど、そうですか。これもファウル。またファウル。三振になります。5番バッター松山。先ほどの打席はショートゴロに倒れています。ツーアウトランナー一塁です。ファウルになります。変化球空振り、スリーアウトチェンジ。ランナー出ましたがカープ得点には至りませんでした。小宮山さん、だいぶ厳しい展開とはなっているんですが、最終回になりましたね。いやもう本当最後ですからね、もうあとはゼロで抑えて打線の奮起を待ちたいですね。そうですよね。2球目打ちました。菊池抑えてワンアウト。今日はバッティング絶好調。この打席でツーベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。あと残りがツーベースですからまだ狙っていけますよ。そうですか。さあこの場面でサイクルヒット達成なるんでしょうか。引っ張った。松山ツーアウトになりました。今日はバッティング絶好調。この打席でスリーベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。初球打ち、左中間に強い打球。この当たりはどうか。左中間を深々と破るヒットになりました。今日2本目のツーベースヒット。ツーアウトランナー2塁、打順は6番アリアス。先ほどの打席でツーランホームランを放っています。打った、1塁アウト。これで3アウト。ランナー出ましたがタイガース得点には至りませんでした。タイガース大量リードしています。残念ながらカープ敗れてしまいました。西さん、負けたチームとしてもこれぐらい一方的な方が逆に諦めがついて気持ちを切り替えられるといったこともあるかもしれませんね。まあただね、やはりね、反省点は非常に多いと思いますね。ですからこの負けをぜひ次に生かしてほしいですね。勝ったタイガース大量点を取って大勝ということになりました。一方のカープですが非常にダメージが残りそうな、そんな今日のゲームになりました。ご覧のように今日のゲームはカープ敗れてしまいました。今日の解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りでマツダズームズームスタジアム広島から失礼いたします。本日は